競馬場シバリョウダートリョウスタートしましまたスタンド前での先行争い2番の青いゴールド3番ベリーヴィーナスこの2頭4番のウィズ・グレースは3番手からですあとは8番マッハモン・ルード5番のロマンシングブルー外を通って13番ハイエス・ティーム1番外から15番のアレグロ・モデラート内には7番のルミネイトが中段その後ろに9番のウィン・ミニオン中段の後ろになって1コーナーをカーブしていきます前は黒い帽子の2頭 2番のアオイゴールドを先手を取りましたリードは1馬身ぐらいです3番のベリー・ビーナツ2番手第2コーナーのカーブあとは3馬身離れました4番ウィズ・グレースは今日は3番手外を通って5番ロバンシングブルー2頭並んでいます8番のマッハモン・ルード差がありません第2コーナーからバックストレッチに入っていきます2馬身離れて中段3頭外15番アレグロ・モデラート間13番ハイエスティーム内から7番ルミネイト中段を進んで残り 1200m さらには2馬身離れました9番ウンンミニオンが中段のやや後ろ外を通って 11番ヒューマンコメディと柴田義臣騎手、内から1番のスイートブルームです、あと後方から仕掛けていった14番のファージェスが仕掛けていって上がっていった 1000m 切りました、1000m は1分を切るぐらいのペースです、一気に先手を狙いにいった14番のファージェス後方には6番のニシの歌、12番名勝一魂、最後方から10番のハッピーオーサム3コーナー800切りました。 揺れやかな坂を下っていきます14番のファジェスが3コーナー、手前で先頭リード2馬、2バシン2番のアイゴールド、3番ベリー・ヴィーナス2番手、3番手、その後ろ600を切って、外を通って8番マッハモン・ルード、5番のロマンシング・ブルーが続きます、その内を狙っている4番のウィズ・グレース4コーナーのカーブに入りました、13番ハイエス・ティーム15番アレグロ・モデラート4コーナーのカーブ400切りました、先段は広がってきて4コーナーから直線、さあ早め先頭、ファジェスファジェスが粘るところ、3番のベリー・ーナス3番手から内を狙って4番、ウィズ・グレス あと追い込んできたのは8番のマカモンルード外から11番のヒューマンコメディその外6番のエイニシの歌6番のエイニシの歌が一気に追い込んであと 100m6 番エイニシの歌先頭打2番では接戦9番のウィン・ミニオもやってきたが6番エイニシの歌降ールイン6番のエイニシの歌差し切りました